行動、45、手招き、中の SCP-750JP、2。アイテム番号、SCP-750JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現時点で SCP-750JP を観測することが可能であると思われる宇宙望遠鏡及び無人探査機について。研究チームはそれらが撮影した写真のすべてに検閲を行います。SCP-750JP が写り込んでいる写真については、研究チームによる確認用の写真を除きすべてを破棄してください。また現在 SCP-750JP、旧火星サイト、5並びに財団保有施設、ヘルメース、の残骸への接触はオフアイブ命令によりすべて禁止されています。旧火星サイト、5についてはその規模から各国の宇宙開発機関の火星探査による偶発的接触が懸念されるため、すべて財団による直接介入及び探査ルートのチェックを行い、接触が発生しないと推定されるルートへの誘導を行う必要があります。説明。SCP-750JP は火星公転軌道上で確認されている実体群の総称です。現時点で実体は5体まで確認されており、先頭から順に SCP-750JP、1から5に分類されています。体系について軌道移動時には15メートル間隔の単重隊列を維持していますが、後述の移動停止時には体系を崩し互いに接近する行動も確認されています。SCP-750JP の外見は主に宇宙船外活動で用いられる宇宙服であり、ヘルメット部分については写真の解析を試みたものの内部の状態を確認できる結果は得られませんでした。そのため宙に生命体が入っているのか、あるいは宇宙服だけが動いているのかは未だ不明です。SCP-750JP は通常時、火星公転軌道上を火星の公転速度とほぼ同等の速度で移動します。この際宇宙服に取り付けられた有人軌道ユニットと補助推進装置を用いていることは確認済みですが、現在確認されているこれらの推進装置の出力では火星の公転速度とほぼ同等の速度まで加速することは不可能であると考えられ、仮に可能であったとしても後述する移動停止状態からの加速に頼る設計の宇宙服が存在するとは考えがたいため、この移動は SCP-750JP の異常性に起因するものであると考えられます。また SCP-750JP は月に1回の頻度で移動を停止します。移動停止時には推進装置の逆噴射などが確認されず、突如移動の停止及び推進装置の機能停止が発生します。移動停止状態への移行が完了した場合、SCP-750JP はそれぞれがその場で特定の行動を開始します。これらの行動の意味は現時点では不明ですが、明確に異常な行動と取れるものはなくどれも一般的な人間の身体運動に類するものであると考えられます。以下の表は観測された行動の一部、識別番号は最初に確認された日付順、です。収容のため全51パターンを確認する必要がある場合は別紙対応表を参照してください。識別番号、詳細。行動、1、全員がそこに椅子があるかのように振る舞い着座する。行動、1が完了した場合、軌道周回行動に復帰するまで行動、2とのループが発生するケースと静止するケースが確認されている。行動、2、全員がその場で直立する。これも行動、1と同様にループ、静止の2ケースが確認済み。行動、5、有人軌道ユニットを用いてその場で縦に回転する。5人全員が全く同じタイミングで回転するが、SCP-750JP、1、3は直立姿勢を維持した状態で、SCP-750JP、2、4、5は若干姿勢を崩した状態で回転。行動、13、全員が踊る。この行動と同一のパターンを持つ踊りは現在まで地球上で確認されていない。行動、28、SCP-750JP、1が宇宙服に取り付けられた通信モジュールと思わしき部分を操作。SCP-750JP、2、4はその場であぐらをかいて待機する。旧火星サイト、5。SCP-750JP は2000年、月、日に行われた、旧火星サイト、5の定期観測中に発見されました。当初はスペースデブリの類ではないかと想定されていましたが、博士、現 SCP-750JP 収容担当主任による追跡調査の結果上述の異常性及びパターン行動が確認され、オブジェクトとして指定されました。ホイ1、SCP-750JP はかつて財団に所属しており、機動部隊デルタ、8、
宇宙旅行、として主に地球外惑星での任務に当たっていた部隊が変容したものではないかと推測されています。機動部隊デルタ、8が実行したものとして最後に記録されている任務は、かつて火星衛星軌道上に存在した財団保有施設、ヘルメイス、を拠点として2000年。月から2000年、月の2ヶ月間行われたものであり、これ以降デルタ、8は消息不明、ヘルメイス及び旧火星サイト、5はインシデント、によって壊滅。そしてそれに呼応する形でデルタ、8が任務中着用していた宇宙服とほぼ同一の外見である SCP-750JP が出現したという事実がその根拠となっています。この任務についてはオフアイブ評議会の匿名であったことのみが確認されており、詳細についてオフアイブ評議会は機密事項として返答を拒否していますが、現在確認されている SCP-750JP の行動が任務の中で実行された手続きに含まれる行動であり、これらが領地優位団体によって認知されることにオフアイブ評議会は強い懸念を抱いているという通達がなされています。なお上記の情報は SCP-750JP についてスキップとしてナンバーをありぶるか否かが検討された際に、オフアイブ評議会から提示された情報であり、その上でオフアイブ評議会は現在の SCP-750JP がデルタ、8に下ろした指揮命令と明らかに異なる、異常かつ機密に抵触する行動を繰り返している点を理由にスキップとしての登録を許可。SCP-750JP の隠蔽を主眼とする現在の収容プロトコルが策定されました。ほいに、2000年、月、日、SCP-750JP との更新実験が実施されました。以下はその実施記録です。更新実験記録751、2000年、月、日。対象、SCP-750JP、1。インタビュアー、博士。実施方法、財団保有の人工衛星から対象に向けて無線通信を試みる。使用言語は英語。なお、オフアイブ評議会から、情報の機密性を徹底するため、更新内容及び実験の詳細はインタビュアーである、博士、セキュリティクリアランスレベル5、750JP 保持、のみが把握している状態で実験を行うように、との命令が下されており、本実験はその命令に則った上でオフアイブ、7の監視の下で行われた。結果、受信したと思われるタイミングで SCP-750JP は行動、28を停止。SCP-750JP、1は SCP-750JP、3から、5までを先行させ、SCP-750JP、2と共にその場に留まり更新を開始する。以下の更新記録はすべて日本語に翻訳済み。博士、はじめまして、届きましたら返信をお願いします。SCP-750JP、1、任務は終了した。これより帰還する。博士、現在のあなた方の状況をお答えください。SCP-750JP、1、任務は終了した。これより帰還する。博士、任務終了報告以外のことを話せますか？ SCP-750JP、1、任務は終了した。これより帰還する。博士、我々の質問が理解できますか？SCP-750JP、1、任務は終了した。これより帰還する。SCP-750JP、1、応答願う。博士、通信は届いています。話せるようであれば状況報告を。SCP-750JP、1、応答願う。SCP-750JP、1、応答願う。SCP-750JP、1。SCP-750JP、1。問題発生。ブラボー、デルタ、エコーが異常因果に飲まれ帰還不能。残り2名で手続きの完了を試みる。至急応答願う。SCP-750JP、1。任務は終了した。これより帰還する。終了報告書。SCP-750JP、1からの通信は上記のもののみであり、SCP-750JP、1が再度起動周回行動を開始した時点でオフアイブ、7から実験凍結が宣言される。またこれ以降の更新実験計画は現在すべて凍結中である。
手続き中の問題という更新内容についてオフアイブ7に確認したが、オフアイブ7は、手続きの成功はすでに確認された、と証言している。なお発見時から現在まで SCP-750-JP の周回ルート変更や周回半径の縮小などは発生しておらず、SCP-750-JP が実際に地球あるいは火星へ直行を試みるという兆候は確認されていない。